万有引力の舞台は西暦2051年の日本。主人公は万有なるもの、由衣小説。この漫画では新型インフルエンザの世界的流行により、人と人との接触が拒まれるような世界になったんだ。人類絶滅を阻止するため、徳川惑星という男が、新エネルギー人気力を生み出した。この人気力を使って東京のすべてのシステムを高度にハイテク化して、衣食住のすべてを機械的に運営するように、徳川は変えたんだ。これによって東京の文明レベルは飛躍的に向上したし、新型インフルエンザの流行を止めることができた。しかしそれと同時に徳川が政治に対して強い権力を持ってしまった。政治家でもないのに暴君となった徳川はある野望を持つ。人類と人気力の融合。人気力がない状態で人を生きられなくして、人気力を運営する自身の会社が影の搾取により永遠に儲け続けようとしたんだ。そのために人気力を受け入れず使わない人たち、つまり徳川の言うことを聞かない人たちを社会から排除しようとしたんだ。そんな東京に現れたのが主人公の由衣小説。人気力は人の心を蝕むとして、小説は人気力を嫌っていました。そして何よりも人気力を使わないという理由で人間を社会から排除するという考えが小説は嫌い、というかそんな考え人として間違っていると思ってたんだよね。この漫画ではそんな小説が己の体を武器にして徳川と東京に戦いを挑んでいく話なんです。東京にやってきた小説はホームレスの多さ、そして目に見えているホームレスに誰も手を差し伸べない、むしろ市民も行政もホームレスを駆逐しようとする今の東京の現状に驚いた。このホームレスたちのほとんどは人気力により手作業を奪われ、職を失った人たちなんです。そして全員人気力に否定的な考えを持ってる。まず小説は身の回りのホームレスを助けるべく行政ロボットや政治家なんかと戦っていき、少しずつ仲間を増やします。その戦いの最初のボスがこの男、東京都知事石原十兵衛。こいつは体も心もめちゃくちゃ強い、顔も含めてまさに政治家といった感じ。そしてさらにすごいことに、石原の体の半分は人気力の人工臓器でできているんです。徳川の提言している人類と人気力の融合、これを石原はもうすでに体現しているんだ。だから X 線投資ができたりレーザーキャノンなんかも撃つことができる、もはやガンダム。小説は石原と1対1で戦ってなんとか勝利した。だけどその代わりに小説の体は戦いのダメージでボロボロ、傷を癒すためしばらく小説が潜伏している間に政治的事件が起こった。内閣総理大臣の中曽根麻里全面バックアップのもと、松平伊豆の守信綱都知事就任。石原と違って松平はもはや人ですらない、全身人気力のアンドロイド、もう完全に傀儡。総理大臣も含めこの国は徳川の回覧政権、小説やその仲間たちからしたらアンドロイド松平の都知事就任は異常事態。普通に考えて機械が都知事っておかしいだろ。だけど国民は異常どころか疑問すら感じていない。新都知事に就任した松平はある一つの政策を打ち出した、ホームレスの完全排除。東京に居座るホームレスを全員捕まえて東京湾に浮かぶ失業者区域安らぎへ強制連行しようとした。下がらったホームレスは問答無用で始末、肉の塊にして命を奪います。安らぎは人気力がなく職も金もない人しか住んでいない、そんなヤバい土地へホームレスを強制的に連行する松平。小説は松平を倒す前に安らぎへ向かい、連れて行かれたホームレスと以前から安らぎに住んでいた人たちを救出に向かいます。その安らぎで小説はかつての恩人平部海蔵に出会い、平部の家で一緒に生活するようになる。安らぎの生活の中で人気力と融合せずとも人は生きてゆけると小説は再認識するんだ。そんな時安らぎに都知事の松平が襲来して小説や住民を攻撃し始めたんだよね。松平的には都民への被害が出ないここ安らぎで存分に戦って小説の息の根を止めたいと考えていたんだ。松平はアンドロイドだからボディはすごい硬くて全然攻撃が通じない。しかも松平は人工衛星を使ったイリジウム弾砲撃で攻撃してきて一瞬にして何人もの命が奪われた。小説は住民を守るために命を懸けて戦い、なんとか松平を退かせることに成功したんだ。その後元原子力結社隊の丸橋中也を仲間に加え、小説と丸橋の二人で東京に殴り込みをかけます。二人は松平と徳川と対決をしていき、人類のあるべき姿を取り戻そうとする。これがこの漫画万有引力のストーリー。この動画後半では本作の魅力を3点ピックアップして紹介していきます。まず1点目の魅力、今の歴史とのリンク。山口竹之先生が万有引力を書いたのは20年以上前の2001年、日本ではディズニーシー開園で盛り上がっている年に山口先生は新型ウイルスの世界的流行が起こり人同士の接触が拒まれ、その結果巨大 IT 企業による影の搾取が行われるようになる万有引力を書いたんだ。この万有引力の設定、今の世界と同じじゃない？僕が初めて万有引力を読んだのはコロナが流行る前だったんだ。もちろんその時も作者の思想が出てて面白
白いなって思ってたんだけど、今読むとね、面白い飛び越えてビビりますよ。この漫画は予言書なのか、読者にそう思わせるくらいに20年前に書いた万有引力と今の世界の歴史がリンクしているんです。過去に一度万有引力を読んだことある人もぜひもう一度万有引力読んでみてほしい。コロナ禍の現代に読むからこその面白さが万有引力には詰まっています。もしかしたら次期都知事はアンドロイドや AI になる日が来るかもしれませんね。次に2点目の魅力、力説ポエム。ブリーチのポエムはおしゃれで有名だけど、万有引力のポエムにはパワーが詰まってる。そんな力説ポエムが万有引力にはいくつか出てくるので、そのうちの一つの冒頭をこの動画で紹介します。犬は鎖で繋がれることで生き延びる道を選んだ。狼は奴隷になれるがゆえに絶滅に向かっている。鶏は檻に入れられることで生き延びる道を選んだ。鷹は大空を好むがゆえに絶滅に向かっている。これは狼や鷹の物語だ。これが山口先生の力説ポエム。しびれますよね。生物としての生き様の問題を言いたいのかなと僕は思いました。もし自分が鳥だったら鶏と鷹、どっちの人生を選ぶかな。最後に3点目の魅力、シリアスギャグ。来ました、若先生こと山口孝之先生といえばシリアスギャグですよ。シグルイ同様に万有引力にも数多くのシリアスギャグが描かれています。この動画ではそのギャグの中から選抜したギャグを3つ紹介します。一発やらせろ、いいよ。出ました、永遠に語り継がれるシリアスギャグ。結構ナンジェイやビッパーでも使われるので、もしかしたら作品よりもこのギャグの方が有名かもしれません。丸橋が東京へ戦いに行く前、命を失うかもしれないから最後に愛する人を一回抱いてから戦いに行こうとした。そのため銀子という女性を丸橋は口説いた。そのセリフがまさかの一発やらせろ、いいよ。銀子もノリノリだしスピード感がいい。これが一つ目のギャグ。二つ目のギャグは失業者区域安らぎ。新都知事の号令でホームレスを無理やり連れてくるくらいだから、安らぎでは人間を無視した過酷な肉体労働だったり、法律もルールも何もない弱肉強食の世界が広がっているのかなって僕は最初思ってたんですよ。でも安らぎの住人は結構いい生活してた。普通に家に住んでるし、自由に商売してるし、友達もたくさんいる。ギャグやないかい。東京に住む一般の都民よりも生活レベルは低いし、人気力もないから貧しさはあるんだけど、残飯あさって飯食ってたホームレスの頃よりも圧倒的にいい生活が安らぎでは待ってた。結果論ではあるけど、ホームレスを安らぎに強制連行してきた都知事の松平、ただのいい人だった説あるぞ。安らぎの存在そのものがギャグ。でもね、不思議なことにストーリーがしっかりシリアスだから、1回目読んだ時はギャグには思えなくて、人気力がなくても人は生活できるんだ、小説の考えも正しいくらいにしか思わなかった。まあでも2回目以降読むとギャグでしかないよね。3つ目のギャグは万有なり。これは決め台詞で、小説と戦う敵がお前何者だって呼びかけた後に、小説が言い放つ決め台詞が万有なり。会話になってない。名前とか肩書きとかそういうのを敵は聞いているのに、万有なりって何なんだよ。というか経験あります？何か質問してその答えが万有なりだったこと。万有なりが答えになる質問ってなんやね。小説はコミュニケーション能力低いなって思う人いるとは思います。でも敵と戦う小説はカリスマ性あってめちゃくちゃかっこいいから、万有なりのセリフが出てきても全然笑えないんですよ。むしろ小説の男気に痺れます。1回目読んだ時はね。しかも他の登場人物も質問をした敵でさえも万有なりって言葉に誰も突っ込まないんですよ。なるほどね、万有なんだ、小説は万有だもんね、みたいな感じでみんな納得しちゃうんですよ。こういうところも含めてギャグですよね。今挙げた3つのギャグだけじゃなく、こういったシリアスギャグは万有引力では続々出てくるので、読んでいて面白いんですよ。次に重要情報を言います。万有引力を無料で読めるアプリはちょっと見つからんかった。ごめんね。でもシーモアでなら試し読みの範囲で一部のポエムや冒頭の一話を読むことができるので、興味のある方はまずシーモアから読んでみてはどうでしょうか。ちなみに言いますが、本動画はシーモアからの案件動画ではございません。